ロンドン地下鉄1960系電車は、ロンドン地下鉄セントラル線で、かつて使用されていた電車である。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち、小さい方のサイズの車両群に属する。12両の制御電動車が1960年に、クラベンス車で製造され、スタンダード型から改造された付随車2両と組んで4両編成で収益した。 一台車に主電動機などの新機構を盛り込み、セントラル線全車両更新に向けた試作車と位置付けられていたが、セントラル線で運用されていた旧型車両の老朽化が深刻化したこと、新機構の検証に時間を要したこと、旧型付随車の改装に要する費用が多額であったことから1960系の量産は、セントラル線用としては実現せず、セントラル線には、 ピカデリー専用1959軽電車を小変更した1962軽電車が投入された。1960軽電車で試験された新機構の一部はビクトリア線開業用に準備された1967型電車に採用されている。1960軽電車は自動列車運転装置の試験やセントラル線、末端部の区間運転に使用された後順次廃車され、 一編成が軌道検測車として、ロンドン地下鉄に残るほか、一編成が胴体保存されている。ロンドン地下鉄では、1938系電車の試作として6両編成4本の1935系電車が、メトロキャメルで製造された、例、1992系電車量産を前提に4両、編成3本の1986系電車が3車に、 発注された例などに見られるように、新しい機構は試作車での試験後に量産に移行する手法が取られることがあった。1960系電車12両は、セントラル19型車置換用車両の試作車として1958年に、シェフィールドのクラベンス社に発注され、1960年に納入された。338両の制御電動車が、 この12両に続いて製造される予定とされていたが、セントラル線で運用されていたスタンダード型電車の老朽化が著しく、運行維持が困難となったため、セントラル線には、急遽ピカデリー専用として製造されていた1959軽電車を投入することになり、1960軽電車の量産計画は中止された。1960軽電車で試験された、 新機構の多くは、ビクトリア線開業用に準備された1967型電車に採用されて量産された。1960系電車では、従来の一台車一主電動機方式から、一台車に主電動機方式に変更され、リレーで制御された空気圧でカムシャフトを回転させて、主電動機の速度制御を行う主制御装置が採用された。 このシステムは一両二機の主電動機を制御する方法としてはすでに実績があったがシステムを大変更することなく四機の主電動機を制御するため主電動機二機が直列に接続され直列に接続された二機を一組とし二組を直列と並列につなぎ替えるシステムが採用された空転防止のため直列に接続された 主電動機のうち一つが他方よりも早く回転すると自動的にリセットする機構が盛り込まれた。従来の台車は駆動軸に軸重をかけるため前後非対称となっていたが、1960軽電車ではすべての軸が駆動軸となったため、台車回転中心は台車の気化的中心にも置けられた。1960軽電車では全自動の連結機も採用された。 従来の車両では、先頭車の向きが固定されており、北、または西向きの先頭車は南、または東向きの先頭車としか連結できず、セントラル線、ハイノールトループのように運用によって、先頭車の向きが変わる路線での運用に支障をきたしていた。1960系電車の連結機ではほぼすべての配線を二重に持つことで、先頭車は永遠の D エンドのどちら向きでも運用できるようになった。従来の車両では、駆動軸上の床が一段高くなっていたが、1960系電車では、床が平面となった。1960系制御電動車車内1960系付随車4904、ハイノールと駅にて、車端のドアがある1931年製の車両の例。車両番号の下の D の表記は棒。 氷装置設置車両を示す。1960系付随車4905。ハイノールート駅にて、車端のドアがない1927年製の車両の例。1960系付随車4905の車内1960系電車の外観。初寸法は当時量産されていた1959系電車に類似し、車体材質も1959系。 電車同様アルミニウムとなった。先頭部の上半分は後方に、やや傾斜した形態となった。1938系電車以降の各車両同様、両車端に片開き扉、車体中央部に2箇所の両開き扉がある。車内は両開き扉の間に4人掛けボックスシート4組が設けられ、それ以外はロングシートとされた。制御電動車2両に挟まれる。 中間付随車2両は、スタンダード型電車から転用された。転用にあたり、付随車には、車内照明の蛍光灯化、と平表示車側灯の設置、アルミム塗装の先頭車に合わせて銀色への塗装色変更などの近代化改造が施された。12両の付随車のうち4両は1927年製の、もので、車端部の旅客用ドアがなく、 車両中央部のドアだけの車両だったため、うち二両には車端部のドアを増設する工事が行われた。残りの八両は1931年製のもので、製造時から車端部に旅客用ドアがあった。1960軽電車は1960年11月9日から営業運転に投入された。クラベンスから最初に出場した二両には3000。 3001の番号が記されていたが、営業入り前に3900、3901に改められ、12両の制御電動車には3900から3911の番号が与えられた。旧型車から改造された付随車も当初は4000から始まる番号となることが計画されていたが、4900から4911となって営業に入った。 セントラル線では2編成を組み合わせた8両編成で運用される構想で、当初セントラル線本線部で運用されたが、後に末端部であるハイノールトループでの運用に変更されている。1960系電車の量産が中止され、1962系電車でセントラル線の車両更新が行われた理由の一つに、旧型の付随車を1960系電車編成で、 運用できるよう改造する費用がかさんだことが挙げられている。付随車12両のうち4両には後に某売装置が設置され、識別のため車両番号化に D が追記された。1974年頃までにスタンダードが電車から改造された付随車の維持が困難になったため、1975年から1983年に、 かけて編成中2両の付随車を1938軽電車から改造された付随車1両で置き換えることになり、編成は4両から3両に減車された。1938系電車付随車には、空気圧縮機2台を搭載する改造などが施されたが、改造費用がかさむため、3編成に実施されたにとどまった。1938系電車から改造された。 付随車は4921、4927、4929に改版された。この改造工事中、制御電動車の一部にアスベストが使われていることが分かり、工事に長期間を要する原因となった。別の4両に編成について、更新工事がハイノールと車庫で1980年と1981年に施行され、 付随者の塗装色が銀色から白色に変更された。第6編成は1980年代前半には軌道検測用とされ、1938系付随者1両が TRC-912 に改版されて、この編成用とされたが、使用されることなく2006年まで保管された後、ロザラムで解体された。 ノースウィールド駅に停車中の赤く塗装された1960系電車、エッピング行き。この編成は1938系電車から改造された付随車を組み込んだ3両編成1990年4月、撮影1960系電車は主にセントラル線末端のハイノールートループで運用された。1963年にディストリクト線で短期間自動列車運転装置の 試験が行われた後、列車運行頻度が低いセントラル線ウッドフォード、ハイノールト駅間で、ビクトリア線開業に備えた ATO の本格的試験が行われ、1960系、電車6編成のうち5編成が、アクトン工場で試験用に改造された。運転室側扉は塞がれ、運転室には客室を通って出入りする構造となった。一人乗務に対応するため、 制御電動車後部にあった旅客用ドア開閉用のスイッチは運転室に移設された。先頭台車には信号の受信機が取り付けられた。一本のレールからは信号を常時受信し、この信号が途切れた場合は列車が停止する。もう一方のレールからは必要に応じて速度と停止位置に関する指令を受信する。運転士は列車操作者と解明され、 旅客ドアの開閉と発射ボタンの操作を担当することになった。発射ボタンは2つのボタンを同時に押すことで機能する。停止信号での停車と発射可能な信号が現時された時の再出発も自動で行う。営業列車での自動運転は1964年4月5日に開始されたが、自動運転装置はデータ収集と調整の容易化のため制御電動車、客室、 運転代行部に置かれた。一編成は1980年代前半には、全自動運転装置を装備して、ウッドフォードハイノールト間の視線で運用された。1960型で試験された ATO 装置は1986年までに、所定の寿命を終え、三編成から撤去されて、手動運転に戻された。この三編成のうち一編成は、 エッピングオンガー間の支線が1994年9月に廃止されるまででこの区間の折り返し運転で運用された初期に軌道検測用として転用されていた1960系電車はアスベスト含有のためすぐに廃車され別の制御電動車2両が軌道検測車として1973型電車から改造した付随一両を組み込んだ3両編成として使用されている 別の一編成は1995年に、クラベンス保存鉄道に売却され、撮影用や団体列車用として使用されている。ありがとうございます。